キングダムな、俺キングダムな好きじゃないんだよな。絵が好きじゃない。あ、絵って大事じゃない、入り込めんくない。俺逆に好きだ。そう、あの絵が、でもね、おもろいんだろうなって思うよ。みんなおもろいって言ってる。寝るころの今、くそくそ。なに？それこそさ、最近呪術廻戦見たんだけどさ、見た？呪術廻戦。あー、全部は見てない。ちょくちょく、その切り抜きみたいなんで。そう、俺も絶対おもんないと思ってたけど、めちゃくちゃおもろかったね。へー。あ、取られた。呪術廻戦けどね、映画見に行ったし、途中までは見とったんちゃうんだ。あ、そうなん。そう、最終のやつはあんま見てないと。乙骨ユータまで。乙骨ユータ見とったよ。乙骨ユータってもっとさ、冷酷なやつかと思ったけど、そんなことないんだね。そうだよ、純粋なやつなんだよ。そう、なんかああいうのって大体強いやん、うん、強いしさ、性格悪いやん。めっちゃ性格いいやん、あいつ、うん、え、しかも、あ、いぶくそ危ねあのさ、敵おるやん、うん、あの富士山噴火させるみたいなやつ、うん、あいつも最後、今も死んだよ、うん、そこら辺はちょろちょろって振り抜く。ああ、渋谷事変、事変の最中じゃん、それって。え、けど虎杖に殺されないの。違うよ、スクナだよ。虎杖を乗っ取ったスクナ。そう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 、しかも火力勝負。そうそうそう、うざいこいつ。え、それ当たんないの。減速してくる。マジか。フラスコだし、花見ちゃんも死んだしね。ね、五条悟る強すぎるもん。レインボーローブとかもなんか俺らのコースじゃね。そうだよ、1確定やでちなみに配給の映画見た？見た、うん、やるね、さすがやん。配給に関しては俺漫画アニメか4週ぐらいしてるから何言っても分かる。言ってたね、前。配給クイズとかもやってたし。配給クイズあんの？あるよ、ネットとかにあるんで初級。ああ、あるね、わかるよ。俺もドラクエ好きだったからそういうのやってたで、旅行行く時の車で友達だった。だいたいわかる。マジ相当やん。上級とかで来ると対戦どこどこ高校の横断幕の一言はないので。そんなわかるの？全部はわからん。すぐにわかるんでしょ。配給めっちゃ好きなんだよな、あの。俺もめっちゃ好きだよ。一周しかしてないけど。まあ普通はそうやけど。じゃあ、はい、なんかね、配給めっちゃ泣けるやん。うん。でそれで言うと、あの、あれも好き。ヒロアカ。あー、俺ヒロアカ途中までしか見てないわ。ヒロアカも、配給好きなら絶対に好きだよ。ヒロアカ、やっぱ、スポーツアニメとか俺好きなのかもしれない。ああ、そういうこと、うん、だって体動かすの好きだもんね。見るのもスポーツ見るのも好きだしさ。それ普通すごいね。あ、えぐい、最悪、ほど違う。ヒェーイ。もうラストやん、これ。終わったー。イェーイ、調子よー。弱虫ペダルとかも結構。ああ、はい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 。俺弱虫ペダル読みたいなってめっちゃ思ってるよ、マジで。アニメ読みたいじゃなくて、アニメ、アニメ。アニメ？そう。七つの大罪はな、面白かったけど、もう一周しようと思わんわ。うん、それは。全然違うもんね。なんか、途中、投球とか出てきたやん。うん。あれさ、あれめっちゃ思うのがさ、最初なんか、どれくらい投球、なんかめっちゃ投球高いやんお前みたいなやつがさ、うん、もうなんかインフレしてたもんね。そう、最後の方一番最初高かったの何やったのみたいな。全然強くないやんみたいな後半ね。そう、ちょっとなあれな、作者ミスったやろ絶対あれ設定。最初飛ばしすぎた。絶対そうだよ。
恋愛要素入れすぎだもん。普通におもろかったけど。間違えた、後ろ投げようと思ったら前に落ちた。そんな、俺追いかけるぜ。来た逃げて無駄だぜ。惜しい緑コールの今い跳ね返れ。あ、やったドゥン下打ち形勢逆転と思ったら何だお前その最強のアイテム上位互換これ何変なとこに赤髪いっぱい残しようよいしょ終われ当たるパックンで追いつかれたのにあミスった変なタイミングでよしよしあれ見たあのフェアリーテールあールーシーとかそういやちょっとだけしか見てないマジかフェアリーテールはさなんか一時期ハマっとったよなえそうやったっけっあれ大学の時だったっけなんか俺そんなイメージあるよ、なんか好きだったイメージめっちゃ好きだったよそう、うん、フェアリーテールってさ俺大学の時見たっけ俺多分ねそっかどれコーラだねかえめっちゃうまい赤消しした今攻めすぎた攻めすぎたおっ、いいサンダー回避いや、サイでけサイでけサイでけ攻めすぎた今決まってた1位だったなサボってない俺レート今回じゃあ普通のところにここら辺あるよねうん、あるやばい、見れんわあ、これかおうっ女の子しかないリコリスリコイルでしょリコリスボッそうボッチザロックを見たボッチザロックおもろかったよ何ですよ知らん、うん、なんかあの軽音みたいなさバンド組むやつ、はいはい、俺初めてそういう系見たけど面白かった普通にあとはかぐや様は告らせたいってやつ知ってる映画みたいなあれねあの平野紫耀が出てるやつね橋本環奈かなんかだったいやあれねやっぱアニメがいいよちゃんと原作の方見た方がいい全然違う全然違うかぐや様はねあんまりキュンキュンしなかったかなあれはゴールデンカムイあれおもろいの北海道の話でしょ、うん、まあまあ個人的にはおもろいけど多分お前が見たらそんなに好きじゃないかもしれないほんとどういう話なの狩猟あれは僕は金塊が隠されとるからほうほうそれを追い求めてでその金塊のありからほうもともと網走監獄所に収容されとった36年ぐらいの人の皮に地図を全部取ってあって、そいつらを全員殺してその人の皮を剥ぎ取って身につけると正確な地図が出るみたいなマジでそれを主人公のやつらとかあの囚人同士とかちょっと怖いなそれなんていうの軍隊みたいな奴らがみんなで取り合ってるみたいな。怖っ。ホラーや。やだわ、その人殺すの。え、あれあれカットで。ニブレで俺1位だもん。はい、8400行きました。でかしたい。はい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 。知ってるよ。あれも撮ってみたら。映画はね、ドラゴンクエスト・ユア・ストーリーしか見てない。よし。これドラクエやってる人しかわからん。この映画は。ドラクエやってる人でもさ、なんかちょっと、その設定じゃんみたいな感じだった。ああ、そういうこと？そう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 。ちょっとね、もうちょっとできたでしょと思っちゃった。名作の
ドラクエのタイトルを映画化したのに。その割に。そう。本当は子供双子なのに一人しかいなかったし。マリカはうまくできなさすぎて思んないな。それ逃げだよ逃げ。マフティーフ。うそ、ここで当たんのかよ。追いかけ性能丸だな。マジか。うっそー、あ、やばい。それはまずいぜ。そっち行くのかよ俺。最悪だ。使っちゃって、おぶね。あーもう、よいしょ。で、あー、いいアイテム、いいアイテム、いいアイテム買って持ってけボケ。しゃ、緑コーラのキャラ殺すよ今すぐ。おいおいおい。しかも踏まれたし。残念でした。結局アイテムに頼りやがってや。まあね。やめて、うわー、やめて、やめて、やめて。あ、誰パックン。うわー、やめてくれ。いけ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 。彼ら、くそ。ほうねー。プラスでよかったよかった、危ねー。